Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。小倉競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、ダートともに寮で行われます。出場全14チームを紹介します。プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。カナを切ったのはノトノトノトトトノト。シャイニングムーン。7番プロガネが上がってまいりました。そしてその外にボットオブサイレンス。それからもう1頭ヒーロミヤビ、ホムラマドレーが並んでいます。ハルノキング内を通りまして3番ノースリーブス。さあ全国から集まったスターホースの頂点に上り詰めるのはどの馬か。黒亀直線伸びてくるのかどうか。先頭はゴーウエスト、アマネコスパークが2番手。アマネコスパーク先頭に立った。シャイニングムーンも懸命に追う。1着アマネコスパーク、2着シャイニングムーン。第1レース、1着4番、2着13番、3着6番以上のように確定しました。スタートを切りました14頭。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのは懲罰エリキウム、懲罰エリキウム。その後ろ10馬身くらいあって10番ハルノドリーム、それから足毛の馬体、矢沢アスリート、ニュートンジョン、パルケンビンドーが並んでいます。内から1頭1番コンソクロデオ、その外からはサイレントクラウン、それからもう1頭11番オバプリンス。さあ小倉競馬場のスタンドから大歓声が上がります。懲罰エリキウム先頭大きくリード、矢沢アスリートも懸命に追う。緑の帽子ハルノドリーム、2番手に矢沢アスリートかわした。矢沢アスリート先頭、緑の帽子ハルノドリーム、1着ドミノエフェルト、2着矢沢アスリート。第2レース、1着12番、2着9番、3着以上のように確定しました。
プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。花を切ったのは899代、そして2番手にエコパンチボーイであります。9番負けた。その外に6番カカシニアタックメインギョルド、スチュアートハーレムはこの辺りシュリンプスペシャルが上がってまいりました。ゴンタインザスカイ内を通りまして7番アリストン、さあスタンドからは大歓声、いやー日本中から大歓声だ。スチュアートハーレムは3番手といったあたり、スチュアートハーレムも懸命に追う。スチュアートハーレム先頭だ。メインギョルドが3番手、10番ゴンタインザスカイ89台も懸命に追う。先頭はスチュアートハーレム、スチュアートハーレム先頭1着、スチュアートハーレム2着はゴンタインザスカイ3着。第3レース1着9番、2着当番、3着1番、以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。花を切ったのは北西緑、13番ベルメールであります。8代目がそのうちにいます。シュバルツチャッキー、それからシュリンプゴールド、そのうち5番リーグアールブルクレジェンド、その後ろでやりましょうか。6番ガールセント、外を通りましてカオスの天使、さあ最高の栄誉と賞金をかけてここから直線勝負です。ナチュラルローソンが動きが悪いぞ、これは届きそうもない。先頭北西緑、北西緑が4馬身リード、2番ブルフレジェンド、シュリンプゴールドが2番手、シュリンプゴールド先頭に変わったか。ブルフレジェンド先頭に立った。ブルフレジェンド先頭、ブルフレジェンドが勝ちました。シュリンプゴールドは2着3着にデフレカリアと。第4レース1着2番、2着14番、3着4番、以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。花を切ったのはアレキス・サンケ、これを見るようにしていっています。5番ルシェル・クレール、外から1頭シルバーステート丸いワン、その外バルサ・ビクトリー、内を通ってエッグプラント、キング・オブ・シャドウ、その外に14番アラビアン・ハート。さあ4コーナーを回っていよいよ全国ナンバーワンが決まります。ブルーブラッド、ちょっとピンチか。外から懸命にイエローサブマリン、ダンダダンダンダンが2番手、アレクス・サンケスが先頭だ。赤い帽子、ダンダダンダンダン、アレクス・サンケス先頭、ダンダダンダンダンが2番手1着、ダンダダンダンダン。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に4番12番、9番、2番、3番、以上のように確定しました。